ロシアのガルージン大使が記者会見しロシアが併合したウクライナのクリミア半島を日本政府がロシア領だと認めるかは日露の平和条約交渉に影響しないと述べました私はその2つの問題が絡み合っているということを一度も聞いたことはありません ロシア政府はこれまでクリミア併合を受けて日本政府がロシアに行っている制裁の解除が平和条約の前提という認識を示していますただガルージン大使は日本政府がクリミアをロシア領と認めるか認めないかは平和条約交渉には影響しないとの考えを示し1956年の日ソ共同宣言を基礎にして交渉を進めていくと強調しました